百州武道具店の動画。こんにちは、百州武道具店のうがです。よっ、実家から出てきました。約40年前の剣道日本、昭和54年10月1日発行と。雑誌自体も古いんだけど、そこに写ってる銅の写真がまた古いと。これね、書いてました、昭和初期に活躍された、もう昭和の剣聖と呼ばれたですね、中山白道先生の銅だそうです。すごいですよね、こういうの使ってたと。なるほど。ここで問題です。てれん、なぜ野球やサッカーは練習っていうのに剣道の場合は稽古っていうんでしょうか。練習と稽古の違いは何でしょうか。お考えください。どうぞ。じゃあ答えです。練習っていうのは習ったことを繰り返して上手になっていくっていう意味なんですよ。一方稽古の方は、漢字よく見てください。稽古、稽古、古は古い、昔の人たちの教えなんですね。これを稽古の稽は、これ難しいんだけど、考える、理解するって意味なんです。だから昔の人の教えを理解するっていうことが稽古なんですよね。だから練習っていうのは自分で工夫して繰り返してどんどんこう上達して発展していってって感じなんだけど、稽古っていうのは昔のその先生、師匠のやり方を、お手本をできるだけ極めて、これと同じようにできるように、完璧になるように極めて、その昔から続く伝統を保持していこう、このまま続けていこう、将来でも続けていこうっていう、その精神的な考えも入ってるんですよね。もう伝統、歌舞伎みたいな感じ、歌舞伎、お花、空手相撲、この伝統文化、これみんな稽古って言います。剣道も稽古なんです。じゃあ早速、いにしえから何を学ぶか、昔の人から学ぶ、これも稽古です。じゃじゃん。まずこの広告見てください。防具屋の広告、ちょっと違うんですよ。これは実は、大阪梅田の阪急百貨店の本店5階に剣道具コーナーがあったんですよ。うおー、これ今で言うと何ですか、新宿伊勢丹メンズ館の5階。まあ今だとあれですよ。もう海外ブランドが席巻してる中、もうプラダだ、アルマーニだ、グッチだっていう、そういうところに剣道具コーナーがあったんですよ。めちゃくちゃかっこいい時代でしょ。続いては、じゃじゃん、魅力の剣道ロボット書いてますね。全日本剣道道場連盟推薦と。これロボットの特徴書いてます。外観、動作ともに先生と全く同じで総合的な打ち込みができると。もう見た感じはもう先生そのもので、ロボットの動き、動作は2つあると書いてますね。まずは左開き、構えてて、こっちか、左開き、こっちか、左に、正眼より開きに、左に開き、直ちに正面、正眼に戻ると。固定、こういう動きで、ウィー、ウィーって、ここを固定打ちなさいと。ウィー、そして、あれだとこう、面打ちなさいと。ウィー、こういう動きですね。で、もう一つの動きが、上段取ります。ロボットが、ウィー、ウィー、ウィー、ここをどう打ちなさい。ここを突き打ちなさいと。もうこういうね、もう工夫が素晴らしいと思います。まあこのロボットはでも最近見ないんで多分ないんでしょうけど、まあ今の我々にはペッパーくんがありますからね。ペッパーくんに防具つけて AI で練習すると。そういう感じですよね。そしていよいよ本題ですね。まあお話したかったのはこの記事です。少年剣道を考える。今とはちょっと時代が違いますんでね。何を考えないといけないと当時思ってたか、ちょっと聞いてくださいね。少年たちにとって今や野球やサッカーをしのいだ感のある剣道ブーム。だがブームはいつか去っていくもの。その時期はブームが最高潮に達した時という。しかしこと剣道にあってはそうあってはならないと。剣道みんなやってる、もう親戚みんなやってるっていう時代に、これが廃れないようにどうしたらいいかってことを考えてるんですよ。まあ今となってはね、当時の剣道ブーム羨ましくもありますけども、今は今で当時にはなかった外国の方とか、ブランク明けでまた剣道やりたいっていう人とかいっぱいいますから、いっぱいいますよ。だからもうできることは全部やって、この剣道業界盛り上げていかないといけないなと思います。今日はいにしえから学ぶのが稽古だよって話でした。今日もご覧いただいてありがとうございました。またいつかお会いできる日を。まだ当店の無料カタログを見たことがない人、防具を買う買わないなんて小さいことは関係ないです。ぜひご請求ください。新聞紙サイズのポスターみたいで見てるだけでも楽しいですよ。説明欄にリンク貼っておきます。